かしこまりました。取引を行いましょう。はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の野望大使、ウィズパーピット。天皇軍シナリオの南部信長編ですね。第15話になります。兵糧買えなかったね。そろそろ大きめの戦争を始めていきたいんだけど、兵糧を変えないと厳しいんだよね。まあここ行っとこうか。気をそうだ。我が部、その身で知るがよい。助立ちいたします。そしたら秀吉さんとも戦争できるようにはなりましたね、一応とりあえず。とりあえず清瀬行っておこうか。どうなんだろうね。とりあえず1万ぐらいで様子見て。我に続け。1万6000で来る。じゃあ2万ぐらいにしとこうか。2万3000。我に続け。じゃあこんな感じでね、進めておきましょう。とりあえず様子見。参戦だね。勝ったぞ。勝ち時をあげよう。かたじけない。勝てるでしょ。天下を滑るのは勝ち続けるのみ。手を打ちましょう。で、清須も多分相撲を落とせるはずですね。商いを始めましょう。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。ボヘッドリアでやっとこう。8なんとか、ここだ。かしこまった。じゃあそのまま、そう、兵糧買わないとね。闇取引。我が志、必ずや果たしてみせる。取引を行いましょう。標高24日。いいね。使いの者が来たようです。それなら OK です。従属してくれたならいいね。じゃあ戦争でそのまま岐阜を代行か。我が部、その身で知るがよい。手を貸してやろう。手を打ちましょう。ここ勝ってるね。行こうか。我に続け。いい感じじゃないですか。ポイントも結構今ので増えたでしょ、勢力で。ポイントもね、あと2ポイントぐらい。あと2ポイント。もう、あれだね。一気にいけちゃいそうだね。皆の力、合わせよう。覚悟なき者に負けはせぬ。片付けない。いけちゃいそうだね。そのまま2条に突
込もうか。組織取りますと取らない。このようなところで立ち止まれぬ。この城もらい受ける。そのままこっちに行って亀山をもらい受けて。我に続け。大垣も取れるんだけど取らずに。マックスどのぐらい取れる？7万ぐらい？7万7千取れるのか。部隊はまあそれほど悪い、悪いって言ったら悪いけど。遅れるものは7万7千取って、いざ参るぞ。ここに行って、遅れるものは切る。勢力。勢力。1ポイントか。1ポイント足んないのか。まあ、1ポイントぐらいどうにでもなるでしょう、きっと。うん。こう取れば1ポイント増えるかもしれない。うん。じゃ進めていきましょう。報告いたします。先月の収支です。これより表情を始める。じゃあ何に取ろうか。多分これ最あと1回か2回ぐらいしか表情ない。軍事だね。軍事と対面だね。53。これにて表情を終える。でこれが欲しいんだよね。これが。で、商業こっち取れないからね。ね、うん。意識がこんな感じで。歩兵なんかこの辺だよね。この辺取ったよね。かしこまった。で、一応、この辺からも、7万ぐらい引っ張れないかな。6万。6万5千。あ、7万ぐらい引っ張れるね。進め。手を打ちましょう。一応これで、こっちに向けておこう。兵糧は足んないけど。進め。どうしようかな。兵糧を買うんですけど。取引を行いましょう。買えるよね。ありがとうございました。そうすると兵糧も入ってくるんで、そうすると多分持つんじゃないのかな。じゃあ進めてみます。いやでも持たないかもしれない。やめとこう。とりあえずやめとこう。今これいくついるんだ。15万。15万か。そしたらやっぱもう一部隊いるね。スワルさんの方が絶対強いよね。でも、伊達さんで行こうか。なんか弱い部隊いたら解除。いないね。うん。あー、これ、3部隊のなんか強いやついないの？攻撃強い部隊で。ここら辺、いいじゃない？いやでも、こっちの方が強いの。9200いるね。ニラ山から持ってきましょう。進め！手を打ちましょう。で、こっちにじゃあ持ってきます。進め！よし、じゃあこれでね、進めていきたいなと思います。この戦、勝ちはもらったぞ！返します。35にならないかな。なってくれたら嬉しいんだけどね。34か。まあ、進めていきます。強行6日。ここで1ポイント増えないかな。っぽいかもしれないですけどね。ここで1ポイント くれれば嬉しいんだけどね。我らの勝ちを、勝ち時をあげよう。
かたじけない。どういう1ポイント、悔しいな。1ポイントくんなかったね。うん、報告いたします。先月の収支です。ゲッチ、兵糧買います。取引を行いましょう。うん、あと20日で着くのか。じゃあ宣戦布告しちゃおうか。あ、待って、その前に手紙配ろう。手紙。おー、ほとんど結構減るね。片付けない。とりあえずここら辺ぐらいまで上げといて、上げて、片付けない、あと27人。ああ、これいけるね、多分。片付けない、片付けない、よし、これで裏切らないですね。はい、じゃあ先生を報告します。最後の戦です。秀吉さん、我が部その身で知るがよい。手を貸してやろう。で、神殿ね、深めておきましょう。はっ、あ、こっちもミキさんも神殿やってなかったんだね。うん、ごめんね。はっ、あと13ヶ月で味方になってくれるのにね。はい、ということで、じゃあ2条にね、ぶつけます。行くぞ。2条にね、進め。で、こいつも、伊達さんの、2条に。うん。うん、2条にそのまま向かえばいいかな。進め！うん。よし、じゃあ進めていきましょう。みんな、気合を入れろよ！なんかこっちに来る？ 24,000 人来る？じゃあこれ倒してあげようか、しょうがない。うん。しょうがない、ここに行って、3万ぐらいで持ってってあげようか、3万ぐらい。その方が後々使いづらいそうですもんね。じゃあこんな感じで、商いを始めましょう。報告いたします。ご命令を。そしたら、まあ、商業は自動でしっかりに、兵糧入ったんで、もうはっ、取引を行いましょう。闇取引入れて、我が志必ずや果たしてみせる。かしこまりました。あれだね、これで国衆使っとこう。国衆、我が志必ずや果たしてみせる。はい、じゃあこんな感じでね。うん、あれ、これそのままこっち行けばなんかあれできない。ああ、2万3000でもこっちは来る？来ないんじゃないのかな。手を打ちましょう。これ取れるんだったら取りたいよね。出陣する。来ないね。うん。で、この辺でいっぱい当たりそうだね。じゃあ進めていきましょう。強行66日、強行を入れときます。お城を壊し続けて、ここは、方位41、方位1、ちょっと様子見ましょう。うん。そしたら、もうちょい6万部隊持ってきてもいいのかな？
もう一個ぐらい6万部隊出せないかな、この辺から。直江兼続。他になんかもうちょっと強い武将いないかな。じゃあ直江さんでいっか。5万8000でいっか。後に続け。参ります。じゃあちょっと2条の方に買わせよう。後に続け。3ヶ月は兵糧を持つんで、いいかな。じゃあ進めていきます。これ勝てるね。ちょっと待った。そこ戦場そんな悪くはずないよ。ああ、戦場悪かったんだ。失敗した。でもまあ結構潰せたからいいですね。はい。ここは強行入れとこうか。ここは確か戦場有利なはずだったんだよね、確か。ここ調べてね、確か。家康君のところね、6万ぐらい持ってこれたけどね。うん、大丈夫だね。これ勝てる。報告いたします。これより、表情を始める。軍事対面でいいのかな。これにて表情を終える。あ、これが欲しかった、これが欲しかった。これが欲しかったんですよね。こちらにも多分あの攻撃力アップあったと思うんだけどね、多分ね。取ってなかったね。ご命令を。はい、取引を行いましょう。じゃあ取引を変えたから馬とかさ、ありがとうございました。鉄砲も買って、ありがとうございました。進めていきます。みんな気合を入れろよ。バトルね。はい。いかなる苦難も。耐え抜いて耐え抜いて。あとこれはいくつ来る ?4 万5000か。大丈夫大丈夫。勝てる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 。勝てる勝てる。正宗さんなら勝てる。耐え抜いて。このようなところで立ち止まってはいられぬ。立ち止まっちゃダメだよ。そのままどんどん。あと50日。どうなんだろうね。うん。ただ、ポイントは1ポイント、あと1ポイント足んないんでね。34ポイントなんで、あと1ポイント足んないんでね。はい。報告いたします。先月の収支です。月地よ。これももうそろそろつくんだよね。入れ替える必要もないね、直江さんにね。行きます。じゃあ、どうだろう。どっか戦場の広い場所。戦場の広い場所。ここじゃん。安土いいじゃない。出陣します。安土でもちょっと、やっていきましょう。あ、兵糧買い忘れたかな。安土、方位にしとこうか。セミナリオ、あ、安土セミナリオのお城ですね。はい。多分絶対セミナリオだかっていうのおかしいと思うんだけど。こっちに来てくれる。いいね、いいね、いいね。したら、こっちで倒したら、こいつが、ぽーっとこっち行こうね。はい。こうすれば多分この辺一気にバーって落とせるんじゃないのかな。落とせない。あ、2で落とした。もらい受ける。はい、勢力で確認します。あと1ポイントですね。はい、1ポイントどこで取ろう。あと1ポイントどこにあるんだろう。行くぞ。ここは1万9000で来るダメ。1万2000ダメ。ここで、ここを行って、遅れるものは切る。
安土セミナリニョはちょっとやめて、ここら辺行ってみようか。あとに続け。あとはちょっといろんな舞台をちょっと出そう。1万ぐらい、2万ぐらい、2万ぐらいで。皆の者、我に続け。1ポイント回収したいんで、1ポイント回収で できそうな場所をどんどんと。本当は洲本行けばね、一番早いんだけど。我に続け。ごぼうとかありそうだよね。ごぼう絶対あるよ。ごぼう絶対1ポイントあるよ。ごぼう行こう、ごぼう行こう。こんなとこ行ってるよね。行くぞ。ごぼう多分あるよ。うん。大阪城って、すごい有名なお城ですよ。絶対ある、ある、ある、ある。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。兵糧か、兵糧。取引を行いましょう。闇取引入れようか。我が志、必ずや果たしてみせる。取引を行いましょう。はい、では進めていきます。勝てる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 、こんなんじゃ負けないですよ。いかなる苦難も耐え抜いてみせる。包囲しとこう。24,000。でもこっちから来てるからいけるんじゃない。こっちで負けはするんだけど、強行22日。あ、負けるのよ。まず5万の舞台でしょ。5万いたでしょ確か。これ、5万は負けちゃうのはまずい。あー、でもなんかこっちから2万、どうなんだろう。いきます。23,000、守り上げ上げ。これダメだね、負けちゃうね。負けちゃう、まず負けちゃう。行くぞ。違う、わかったわかった。これが、いきます。伊賀に行って、伊賀5万でしょ。進みます。これが、行くぞ。こっちだ。進め。これでね、多分、勝てる。よし、じゃあ、あと1ポイントのはずなんで、あと1ポイントですね。はい、そのままね、続けて張り切っていきます。はい、征夷大将軍になりましたね。楽な戦であったな。すまねえな。はーい、ではそのまま2万700。あ、家康君あれか、兵は少ないか。これ結構枯れちゃったね。行くぞ。まあ、こっちに向かわそこうか。進め。多分来ないような気がする、こっちにね。で、勢力で。まだ、あと1ポイント足んないね。最後の城どこになるんだろうね。90日。はい、進めます。報告いたします。これより、表情を始める。軍事タイムでいっか。もう欲しいもんないもんね。これにて表情を終える。特に取る必要もない。一応取れるみたいだけど。あ、サラサラなら取っとく。いらないな。特に今更ってか、今更感じますね。はい、じゃあ兵糧化を、取引を行いましょう。進めていきます。みんな、
気合を入れろよ。方位41日にしとこう。みんな気合を入れろよ。方位にしとこうか。この城もらい受ける。よし、石山号をもらったんで大阪城でしょ。さすがに1ポイントあるでしょ。でもなんかないような気がするんだよな。ないか。いざ参るぞ。待ってなきゃダメだね。ここで頑張れ。助立ちいたす。あ、貸してあげる、貸してあげる、貸してあげる。無条件でいいよ。かたじけない。あ、お金欲しい。あげる、あげる、あげる、あげる。味わったか、独眼流の戦を。かたじけない。よし、どこをお城貸してほしかったの、借りたの。ああ、ここ欲しかったのね。ああ、いやいや、全然借りてきな。じゃあ、行くぞ。なかったんだったらここ。ダメだ、負ける負ける。行くぞ。ここだったら勝てる。うん、ここ行こう。出陣する。はい、じゃあ進めていきます。方位50日にしとこう。水攻め。戦場で死にたかった。報告いたします。先月の収支です。ゲッチー、兵糧買います。取引を行いましょう。あと1ポイントどこなんだろうね。進めていきます。勝てるね、ここはね。俺の手で古きを終わらせる。かたじけない。はい、進めていきます。みんな気合を入れろよ。この戦、勝ちはもらったぞ。はい、ここポイントないような気がすんだよな。これ多分ない、なかったんじゃないの。ほら、ないよね。そしたら行くぞ。筒以上進め。どうだろうね。何なん、拒否だよ、拒否。方位入れとこうか。はい、進めていきます。商いを始めましょう。いやー、結構長引いてるね。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。かしこまった。闇取引入れて。我が志、必ずや果たしてみせる。君主も入れとこう。我が志、必ずや果たしてみせる。取引を行いましょう。兵糧はなんかあんま減ってないね。なんか兵糧変えてるからね。そしたらもうしょうがない。もうこっち行こうか。2万ぐらい。出陣するぞ。多分姫路とか鳥取あたりはポイント持ってると思うんだよね。我らの勝ちを。
勝ちどきをあげよう。片付けない。どうなんだろう、ここポイントあるのかな。行くぞ、進め。勢力使いの者が来たよ。無理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 。我が領内に敵が迫っております。あー、ごぼうに攻めてくる。いいんじゃない。あー、これもう終わるじゃん、うん、強き者が奪う、それが乱世。ここはどうだよ、どうよどうよどうよ、ここはどうよ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 。はい、お疲れ様でした。はい、ね、終わりましたね。はい、となったら、参るぞ。ここ負けちゃうね。ここ鉄砲下げ、守り上げ、行こうか。こっちに通過でついて十分じゃ当たるから、ここを入れて補充しよう。待機する。参戦。方位で。まあ、今回はね、高屋城でしたね。はい、部分入城させて、誰を入れる？こいついっか。なんで下に行っちゃうの？まあ、いっか。日にちは間に合うんで、いいですね。じゃあ。進め。はい、じゃあこんな感じでね、進めていきましょう。待機する。もらい受ける。かたじけない。じゃあ安土セミなんとかに行きますか。進みます。ちゃんと正確に名前言ってくださいって言われるんでね。安土セミ妙なんとか、セミナナリオ、はい、セミナリオさんね。安土セミナリオさんのね、後ろ向かいに。あ、ということでね、当たらなかったね。よかった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 。はい、総務重量発令し、マップを下ろしますが、はい、ということでね、エンディングの方に行きます。はい、ということで、まあ、何年経ったかわかんないですけれど、まあ、それなりのね、速度だったんじゃないかなと。まあ、まあ、やっててね、ストレスのたまらないね、お家でね、良かったんじゃないのかなと思います。うん。まあ、回想シーンがね、流れると思うんでね、そっちの方が良かったら確認していってください。